中国の山西、河北、河南では、最近連続で爆発事故が発生し、山西省国有企業の北海アルミニウム化学工業会社の爆薬の生産ラインで、19日夜、爆発が発生し、死亡者数は7人だとのことです。しかし、この会社は元軍事工業会社で機密企業であるため、具体的な死傷者数を公表できません。また、 京都府法凰場エリアの銀行で20日明け方、爆発が発生し調査によると天然ガス漏れによるものでメディアの報道によると軽傷者7人で死亡者はありませんさらに21日夜、河南の鄭州新緑発電所で爆発が発生し発電所の保安によると死傷者はなく財産の損失もありませんでした。